今は、はい、お家です。普通に自宅でやってます。すごい。僕、アメリカ生まれで、すごいですね。アメリカ生まれ、なんかかっこいいですね。いいな。早い、早い。一人暮らし、一人暮らしじゃないです。普通に実家に住んでます。楽器とかできますか？私、楽器、なんか小学校の時に、こう高学年になるとマーチングバンドをこうやるっていう、なんか伝統っていうかあったんですけど、それで鉄筋、なんだっけな、名前、鉄筋みたいなやつ、こうそういうやつなんですけど、それをやったことがあって、結構難しかったです。なんかあとは今もやってるんですけど、ピアノ、まあ、全然弾けないんですけど、ピアノはやってます。うまいとかじゃないんですけど、ピアノを習ってます。わあ、たくさんありがとうございます。わあ、すごい。18歳なの？18歳です。ピアノの先生に似てますか？趣味は何ですか？趣味は結構外に出るのが好きなので、なんだろう、ショッピングしたりするの趣味好きですね、私。好きな季節、は、春もポカポカしてて好きだし、夏もなんか、夏も好きだけど暑いから、冬？いや、決められないです。なんかもうどの季節も割と好きです。でも、好きです。春はポカポカ、オーディション受けるのは、はい、初めてで、これが受けるのも最初で最後だなって思ってます。同い年。あ、本当ですか。18歳一緒ですね。よく見るファッション雑誌、私はレイとか、あとキャンキャンとかラルムとか結構読みます。可愛いのが好きなので。AB 型、同じで AB 型。早く手ついていけない。1999年生まれ。あ、私は1月なんで2000年生まれです。好きなおにぎりの具材、なんだろう、鮭好きです。 すごい。映画とか見る？あ、映画も結構見ます。最近はなんかまだ「コードブルー」見れてないんですけど、早く見なきゃ終わっちゃうので、早く見たいなって思ってるんですけど、見た人いますか？コードブルー見たい。コードブルー、コードブル見たって方いますね。
よかったよ、んでよ、見たい見たい見たい。